次、それに伴っての体の軸のイメージです。ボールが左足の位置、左足の内側のかかと、もしくはそれより少し中側ぐらいにある場合は、その手前にヘッドを置くと、少し自分に向かって垂直というよりは少し斜めの角度にすると、グリップがちょうど体の真ん中の地点に来るようになると思います。で、その真ん中に来た状態というのは、少し自分から見て斜めになっている状態だと思いますので、体のこの立っている角度、立っている角度も上が12時だとして、12時の垂直の位置というよりは、このシャフトとおおむね同じぐらいの体の倒しを入れてみましょう。で、ほとんどまっすぐに近いとは思うのですが、多少少し右に倒れているような状態をイメージして構えていただく必要があります。で、その理由としては、右手と左腕が必ずくっついてはいませんので、少し多少長さがずれています。ですので、ゴルフスイングというのは、最初のアドレスの時は多少右に角度ができていますので、それを肩を平らに地面と垂直に構えようとすると、どこかの腕の長さ、右をすごく長くして取りに行っている場合、左を少し緩ませて調節している場合のように、腕で調節しなくてはならなくなってしまいます。で、腕で調節すると、その後遠心力がかかった時の伸ばされた腕になってしまうと、距離感が変わってしまいますので、インパクトで違う形のインパクトになりやすくなってしまいます。ですので、なるべく両腕はリラックスした長い状態を作りたいですので、そのために行うのが、少しこの棒に対して右に傾いてあげることで、両腕の長さが調整されます。で、その斜めの線に対して、そのまま自分の体も斜めに、斜めといってもほとんどまっすぐだとは思うのですが、構えていただくと、体重配分というのは、やや気持ち右側に少しあるような形になって、最初から少し右足に荷重がかかったような形になるのではないかと思います。で、右足に荷重がかかっていれば、テイクバックもすぐ体を回すことができますので、逆にこのようにまっすぐにして体重を左に乗っけているような形にすると、一旦重心を移動しなくてはなりませんので、ガタンと体がずれやすい動きが入ってしまって、スイングがスムーズに行われませんので、少し右に傾いたような状態で、その体とクラブをまっすぐにしていただいて、体重はやや右になっているような形で、腕が両腕揃っているような形をイメージしていただいて、構えていただくと自然なアドレスになりやすいです。